はい、どっちがですね、GPT-4 でしょうかと。で、個人的には Xwin-LM ですね、かなり使えるんじゃないかなというふうに感じました。はい、皆さんこんにちは。AI部長ネットです。本日は Xwin-LM を紹介していきます。皆さん、Xwin-LM って聞いたことありますか？最近公開されて GPT-4 を超えたということで、とても話題になっている大規模言語モデルになっています。メタ社の Llama2 と同じライセンスなので、商用利用可能で、自由にモデルをダウンロードしてきて、手元で動かしたりすることができます。はい。で、毎週ですね、新しい大規模言語モデルがどっかしらで出てて、まあ何がこれ嬉しいのっていうふうに思ってる人もいるかもしれません。で、私は2つあると思ってて、まあ1つが APA の利用コスト削減ということで、こちらはイメージしやすいですが、まあ、チャット GPT の API の利用料金は結構するので、自分の会社や何かしらのサービスに組み込もうとすると、結構お金がかかるので、使いにくいなという人もいるかもしれません。ただ、一般公開されているモデルを使う場合でも、まあ、GPU といって、そこそこ高額な計算機が必要になってきます。で、もう一点が、どんな情報も入れられるということで、例えばうちの会社では、社内情報とかはチャット GPT に一切入れられないと、そういった会社も多いんじゃないかと思います。で、Xwin-LM のような、まあ、公開されているモデルを、自分たちのサーバー上にダウンロードしてきて、そこで動かしていれば、こういった機密情報も気にせずに処理することができます。なので、こういう一般公開されているモデルが、どれくらい実用的なのかというのは、結構気になる人も多いかと思います。で、本日は、この Xwin-LM が GPT-4 と比較して、まあ、どれくらい使えるのかということについて解説していきます。それでは早速やっていきましょう。はい、最初に、気になる精度の話になります。こちらは Xwin-LM の GitHub に載っている、いろんなモデルで出力した結果を比較したものになっています。それぞれテキストダヴィンチとチャット GPT と GPT-4 と、それに対して各モデルの出力結果と比較したときに勝率がどれぐらいだったかというのがまとめられています。例えば、これ一番上の Xwin-LM70B の V0.1 だとテキストダヴィンチっていう言語モデルと比較して 95.57% 勝ってますよっていうのがわかります。で、この数字ってどうやって出してるのってことなんですが、これですね、アルパカエバルっていうライブラリーがあって、2つの言語モデルが生成した回答を用意してあげて、GPT-4 とか言語モデルを使って自動で評価させる方法になっています。で、これを見ると、GPT-4 と比較して、Xwin-LM ですね、60.61% ということで、勝率が6割を超えています。で、この下の方を見ていくとですね、Xwin-LM の 13B、130億のパラメータのものでも 55.3% ということで、GPT-4 を超えてるという結果になっています。これをもってして GPT-4 よりも精度がいいというふうに謳ってるというわけです。はい、ただですね、皆さんこういうふうに思ったと思います。本当なのかと。こういう大規模言語モデルって評価結果はいいけど、まあ、実際使ってみると微妙ってことが結構あったりします。GPT-4 のパラメータは、まあ、1兆を超えてるというふうに言われてるので、今回の Xwin-LM のモデルですね、一番大きいものでもパラメータが700億なので、さすがに GPT-4 に勝ってるというのはないんじゃないかなというふうに思いますが、皆さんどう思いますか？はい。ということで、今回は、いろんなタスクにおいて GPT-4 と Xwin-LM の回答を生成させてみたので、どちらが GPT-4 の出力かというのを皆さんにちょっと考えてもらいたいと思います。問題は、実際に使うことを想定して5問考えました。はい。ちなみにですね、いつも編集をやってくれてるニャンタズマに同じ問題をやってもらったら、5問中4問ですね、間違えていました。普段あんま GPT-4 を触っていないので、そういう人からすると、まあ、かなり難しいのかなというふうに感じます。皆さんも何問正解できるか、ぜひチャレンジしてみてください。はい、それでは1問目いきます。はい、物語の創作ということで、桃太郎を悪役にした創作物語を日本語で作成してくださいと、そういうプロンプトを入れてみます。で、こういうプロンプトを入れて、まあ、ユニークな文章の生成能力を見てみます。はい、生成した文章はこちらになっています。まあ、ちょっと全部は読まないんですけども、昔々日本の某所に悪役の桃太郎がいましたと。彼は禁断の力を手に入れ、村人たちを脅かしていましたと。で、二つ目は、昔々、悪しき桃太郎は手下の犬、猿、キジと共に平和な村々を襲い、人々から食料や財宝を奪っていましたという感じです。はい、皆さんどっちが GPT-4 が出力したものかわかりますか？はい、正解はですね、こちらになります。下側が GPT-4 が生成した文章になっています。上側が Xwin-LM が生成した文章になっています。皆さんどうだったでしょうか？結構難しいですし、かなりですね、Xwin-LM も自然な文章を生成する能力があるように感じます。はい、続いてですね、第2問ですね、ツイートさせてみます。バズるツイートを考えてくださいという風なプロンプトを入力してみます。はい、そうすると、こういった感じのツイートが出てきました。はい、一つ目が、超簡単3ステップで人生が変わるということで、ハッシュタグがいろいろとついています。二つ目が、バズるツイートの例ということで、ハッシュタグとそれに対する内容がですね、書かれています。はい、どちらが GPT-4 が出力したバズるツイートでしょうか？はい、正解はですね、上側ですね、こちらが GPT-4 が出力したツイートになっています。はい、どうでしょうか？どっちもどっちだなっていうふうに、個人的には思ったんですけど、言われてみれば、上の方がいいのかなっていう感じですかね。ちょっと私はどっちがいいのかっていうのは、あんまわかりませんでした。続けていきましょう。はい、続いてですね、もう少し実用的なものということで、要約をさせてみます。で、こちらですね、Wikipedia の、ドラゴンボールの孫悟空少年編について、書かれたあらすじですね。こちらを入力して、要約してもらいます。結構要約ってのは言語モデルを使う上で大事な能力だと思いますので、どれぐらい要約できるかを見ていきましょう。はい、出力した文章がこちらになっています。上側はですね、孫悟空少年編では、尻尾の生えた少年孫悟空が西の都からやってきた、少女ブルマと出会い、ドラゴンボールの存在とその一つ、数神中のことを知るという感じで書かれています。で、下側は山奥に住む尻尾の少年孫悟空は、ブルマと出会い、シェンロンが願いを叶えるドラゴンボールを探す旅に出るという感じですね。はい、どっちがですね、GPT-4 でしょうかと。はい、考えましたかね。はい、正解はこちらです。尻尾の少年ってなんかおかしい気がするので、こっちが Xwin-LM かなっていう風に思った人もいるかもしれませんが、上がですね、Xwin-LM で、下が GPT-4 になっています。要約能力としては、文章の内容を見ても、ドラゴンボール知らない人からすると、ちょっとどっちがいいか判断つきにくいかもしれないんですが、あんまり要約の質としても変わらないのかなという風に、個人的には思います。より短く要約できているのは、下の方になってますね。皆さん正解できたでしょうか？次4問目いってみます。はい、続いてですね、翻訳能力になります。こちらですね、ラマ2の、論文の最初に書かれているアブストラクトですね。in this work ということで、ラマ2っていうのが、どういう風に学習されたかとか、そういったところが、書かれているものになっています。はい、こちらを日本語で翻訳させてみます。はい、翻訳させると、こんな感じになりました。上は、この研究では、ラマ2という7億から70億パラメータの範囲の大規模言語モデルのコレクション開発、公開しましたと。で、下は、この研究では、70億パラメータ規模の大規模言語モデルであるラマ2を開発し、リリースしていますという感じで続いています。はい、どちらが GPT-4 が翻訳した結果でしょうか？はい、正解はですね、上側になっています。皆さん正解できたでしょうか？かなりですね、難しいのかなというふうに個人的には思います。一点ですね、下側がおかしいなっていうところは、この有用性と安全性において、平原モデルに代わる適切な代替物となる可能性がありますと。これですね、閉じられたソースのモデルってところが、この平原モデルというふうになってると思うんですが、これですね、オープンソースのモデルと、チャット GPT のような、クローズソースというふうに、言うのかちょっとわかんないんですけども、そういうクローズソースのモデルに代わる、モデルになりそうですっていう表記になります。クローズソースっていうところの、日本語訳がちょっとおかしいのかなっていうのが、この Xwin-LM の、出力した文章の特徴かなというところで、その他に関しては、ほぼわからないですよね。はい、最後の問題いきます。はい、最後に Q&A になります。大規模言語モデルの使い方として、要約、翻訳、Q&A っていうのが、非常に多いと思います。で、これは PDF の情報を参照して、回答を生成させるとか、そういった使い道になります。で、中でやられてることとしては、こんな感じで、下記の文献が与えられてますってことで、質問に関連する文章を持ってきて、その文献をもとに、ユーザーからの質問に答えると。そういった流れで中で処理が行われています。なので、今回、健康と人生について教えてくださいというふうにユーザーが質問をしたら、こういった参考文献が抽出されたと。そういった想定で GPT-4 と Xwin-LM の出力を比較してみます。これによって、どれぐらい Q&A ができるモデルなのかっていうのが判断できます。はい、出力した結果がこちらになっています。上は、健康は人生を楽しく満足して生きるための基礎ですと。健康的な体はということで続いていますと。なるほど、なるほどと。で、下側は、健康は身体的、精神的、社会的な面で、ウェルビーイングを指しますという感じで、いろいろとですね、書かれています。はい、どちらがですね、GPT-4 の回答でしょうか？はい、で、正解はですね、上側が GPT-4 の回答になります。はい、皆さん正解しましたでしょうか？この下側の箇条書きで回答を生成するあたりが GPT-4 の回答っぽいですよね。どちらも参考文献の情報をちゃんと参照して回答を生成してくれていますと。で、他にも実験として文献情報にないことを質問してみると、ちゃんとですね、Xwin-LM もこの文献には情報がありませんというふうに回答を生成してくれました。なので Q&A にもかなり使えるんじゃないかなというふうに個人的には感じました。はい、皆さん何問正解できたでしょうか？ニャンタズマは5問中ですね、1問正解できました。これは別にやらせではなくて、それ以外は Xwin-LM を GPT-4 だというふうに選択してました。普段から GPT-4 をバリバリ使ってる人は、もしかしたら、結構正解できたのかなというふうに思いますが、Xwin-LM ですね、特徴としては、生成する文章が長くなりやすいというのがありそうでした。なので、基本的に長い文章は Xwin-LM になっています。そこももしかしたら鋭い人は、気づいてるかもしれません。で、個人的には Xwin-LM ですね、かなり使えるんじゃないかなというふうに感じました。さすがに GPT-4 と同じかと言われると、よく文章を見ると怪しいところっていうのがあったりするんですが、普段から GPT-4 を触っていないユーザーであれば、違いがわからないレベルかなというふうな感じがします。あとはやっぱり言語モデルの評価って、かなり難しくて、今回間違った人も多いと思うんですが、人間で評価しても、機械的に評価したとしても、本当にいいか悪いかってのは、ちょっと時間かけて触ってみないと、なかなか実感しにくいのかなというふうに感じました。はい、皆さんもですね、何か思うこととかあれば、ぜひコメントの方で教えてもらえればありがたいです。はい、以上で、本日の動画を終了したいと思います。この動画が良かったなっていうふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。